航空のことをもっと理解してほしいなっていう強い思いで書きました。まあ、チームで一番足が速いなと思ってるんで、レースで勝ってくれるだろうと思って留学にしました。未来の塗り絵第3弾、僕たちが吹きます、イエーイ。こんなんパッパッパッとかね、大丈夫、ちゃんとタイヤまでかける、もちろん。ロイさんですか、うん、非常に怖くないですね。じゃーん、怖く非常に怖くないですね。タイヤ出せ、タイヤちょっとやり直して。いや、イメージっていうのはあれっすね、なんていうの、書きながら つけていくもんなんで、最初にイメージっていうのはないっすね。ペンを走らせてます。ちょっとうざいっす、それは。今ペンを走らせてるところなんです。なんか物なのか、はい、人なのか。そうですね、まだ今のところは人かどうか、物どっちでしょうね、まだ分かんないです。あ、イメージは本当にないです。まあ、絵っていうのはね、抽象的にね、あ、そうですね、やって描いていくものなんで、絵って考えて作るもんじゃないですよ。そうですよね、大学でそう学びましたね。学んだね、はい、大学、日体大で、日体大まで絵は考えて描くもんじゃないっていうのを、隣の横浜美術大学だったしね、よく教わってましたよね。できました、できました。僕が描いた絵はこれです。ナンバーワン記者ちゃんです。ちゃんなんだ、ちゃんです。その絵のイメージを教えてください。は、まあ、これは記者の煙です。あ、そうでしょう、ね、で、女の子なんでちょっと可愛いネイルをしてるのがより可愛くなるようにちょっと僕も頑張って、女の子は結構歯も綺麗なんで、歯は綺麗にして輝いてるようなイメージ、まあ女の子は輝いてる人が多いかなっていう印象なので、そういう派手なイメージで描きました。僕は絶対これは早いです。絶対早いです。いや、ちょっとなんか3タイヤが3つなんでかなり不安定かなと思うんですけど、そこは大丈夫。不安定の方がいいですよ。不安定じゃない、倒れちゃうな、ぶつかられたりしたらどうするの。僕は安定を僕は望まないです。あ、いや、レース車は安定して、車はそこは記者だからね。記者です。3人は速いです。記者こそ安定して、3人は速いんですよ絶対。でも速いと思いません？速そうですよね。まあ速そうではあるけど絶対速いです。ネイルの色はちょっと出す、なんかネイルの色がいい、出す。何色と何色ですか？これは紫、緑、青、オレンジ、ピンクですね。まあ、カラフルなんで絶対、もうカラフルな時点でこの子は早いです。意味わかんない、理論。僕が描いた絵はこれです。名前はどうしようかな、顔的に樋口久右衛門ですか。樋口久右衛門、はい。その特徴はどういうか、あのイメージ何してる。まあ、イメージはレースということで、僕はフィジカル重視で、まあ、大体ね、他の人の、ね、ちょっとチロって見たんだけど、結構スピード系のね、速そうなあの車とかそういうの変えてたんで、僕は違った面で行こうかなと思って樋口さんにしました。なんで樋口、うん、いや、なんかでも、っぽいですね、うん、樋口さんっぽいですね。うまい毛のか、下右衛門って感じ、なんか強そうな樋口久右衛門、結構いいっすね。で、結構マジで速そうなんで、これは期待できる、うん、絵ですね、本当に。強そうだね。強そうですよね。まあでも結構いい勝負すると思いますよ。これは人気だね、絶対に。そうですね、うん、間違いない。ぜひキッズパークで僕たちが描いた絵と対戦してみてください。